この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。さっきのござる男と学園前で鉢合わせしないように少しばかり遠回りして通学した。そのせいもあって結局ご飯は食べられなかったけど、ポケットから買ったばかりのスマートフォンを取り出し、時間を確認する。まだ余裕あるな。パンでも買っていこうか。おい、あそこにいるの会長じゃね？本当だ。これは朝からラッキーだぜ。なあ、今ちょうど一人みたいだし、お前声かけてみろよ。無理無理、すっげえ可愛いけど、ものすっげえ可愛いけど、あの独特のオーラを突破できる気がしねえもん。男子生徒たちの視線の先には桜散る、舞い散る桜をじっと見つめている少女がいた。出た、お嬢。ピンク色の、視界の中に、補色である、深緑色の制服がより一層映えている。この子絵になりすぎだろ。こちらに気づいたのか、身にまとっていた独特の雰囲気が少し和らぐ。おはようございます。朝早いんですね。そういう倉賀野さんだってこの時間に登校ってことは同じだよな。確かにそうですね。お、ああそうか、この時代か、この時代か。割とこういう、そのなんだろう、やっぱりそのアドベンチャーゲームって、おっぱいめっちゃ売れてる、おっぱいめっちゃ売れてるアドベンチャーゲームって結構やっぱり立ち絵が一個で背景があって、そこで一生会話が続くみたいなことの繰り返しやにか。だから割とその新鮮味っていうのがなくって、飽きるなーって人もおったんだけど、そんな中こういうね、視点を誘導させてちょっと動画風に見せるっていうね、まあもともと立ち絵なんだけど、あのエモートって言われる瞬きとか、あの体のちょっとした動きみたいなのが取り入れられるもっと前の話ですね。だからこのおっぱいだけ一部レイヤー化して、動かすようにするんですよ。こういう風に実際の下校とか登校なんかをしとるような風を演出するっていうのも、確かこの時代になんかいろいろそのやっぱり技術の向上によって、導入され始めてきたっていうのがあるんですよね。懐かしいな。今ではもう当たり前のあれになっとるもんな。これはまさか女の子と一緒に登校という憧れのシチュエーションじゃないか。ちょ、おい、どうなってんだよ。あのここの会長が自分から声をかけたぞ。それより笑顔だった方が驚きだぜ。あの人、人前で笑うんだ。どうしたんですか？すごくニコニコしてますけど。浦賀野さんとこうやって投稿できるのが嬉しいからな。そりゃ頬も緩むってもんだ。この町に来たばかりでまだ知り合いもいないからさ、浦賀野さんみたいな親切な人に出会えてほんとよかったよ。計算通り。やってんな。ん？計算がどうかしたか？あ、いえ、なんでも。この町に来たばかりってお話ですが、もう駅前の桜は見ました？
ああ、すごい数の桜に圧倒されたよ。桜花爛漫をもじって桜蘭市になったって聞いてます。蘭の花は時期が違うから今は咲いてないのが玉に傷ですけどね。肩をすくめながら、小首をかしげる。これぞまさに女の子という仕草。かわいい。大好きだ。過去クラガノさんが。ええ、私も大好きです。私も大好き。すごく破壊力のあるセリフだぜ。俺の言っている好きと意味が違うのは分かっちゃいるけど、こんなセリフまで聞けるなんて、俺ってばひょっとしてラッキーボーイだったりするんだろうか。そうだな、お前はラッキーボーイだよ。それで昨日お話ししてた月下会の生徒会室のことなんですが。うん、約束してたもんな。いつがいい？今日は少し立て込んでますので明日の放課後なんてどうでしょうか。わかった、明日の放課後だな。絶対に行くよ。それでは私は生徒会室に仕様があるので先に行きますね。え、そうなの？このまま一緒に登校したかったんだけどな。うわ、もう印象を与えるだけ与えて用は済んだからさっさと行きましょうっていう悪い女やね、ほんまに。勇気を出して行ってみるか。明日の放課後にまた。おお。言葉に出す前にさっそうと言ってしまった。せっかくのチャンスだったのにな、ぐすん。まあ約束はしているわけだし、明日また会えるっていう楽しみ方もあるわけで、そう考えればバッチリ OK ってやつです。これで37の方はよしっと。ほほほ。今日中に月下のプレゼンを固めましょう。あとは今週末の投票に備えるだけね。いや、水面下で進んどるね。おはよう。宿題やってきた？あ、やば、忘れてた。あ、あの子かわいい。ハッチもかわいい。というか女の子はもう女の子というだけで全部かわいい。倉賀野さんや駒形さんはさすがに 別格級の殿堂入りとしてもみんな総じてかわいいな。おい、あいつ何者だ。この辺じゃ見かけない性格だし、多分例の転入生なんじゃないか。じゃああいつが37？周りの生徒たちが口々に何やらささやき合っている。男女合わせて4種類の制服が集まっているとはいえ、唯一違う制服が混ざっていたらそりゃ目立つのも納得だが。とはいえこのままではまた昨日のように追いかけ回されることになりかけない。おはよう。ところで今彼氏いる？え、ナンパ？朝っぱらからこんな校門前で？時間や場所は関係ないぜ。たまたま君と出会ったのが今ここってだけさ、ベイベー。ひどいな。音読する身にもなってくれ。おい、どうやら37じゃなくてただのナンパ野郎みたいだぜ。それはそれでほっといていいのかよ。いいんじゃね、ナンパされて嬉しくねえ女なんていねえっつうし、
そのうち守衛が追っ払ってくれんだろ。よしよし、これで俺が37とやらではないと思わせられたな。まさに、趣味と実益を兼ねた完璧な作戦だ。さて本題に。でもういねえ。先ほど声をかけた女性とはすでにいなかった。ううウォーミングアップは終わり。はい、これから本番。これだから、これからだから、マジで。そこのお嬢さん、少しお話を。あら、ゆずきちゃん、スタイルいいな。特徴のある長いポニーテールを揺らしながら女の子が振り向く。え、バーブ駒形さん、え、その制服ひょっとしてここの学園生？名前混じっちゃってますよ。ちょー、あの野郎よりによってゆずきちゃんに声かけやがった。ナンパされて嬉しくない女なんていないんだろ。じゃあほっとけよ。ば、おま、今すぐ守衛呼んでこい。てか守衛何やってんだ。さっきと態度違いすぎるんですけど。へえ、それじゃあ私と同じ学年で、しかも元ユニの先生が担任なんだ。どうやらそうみたいだな。それは楽しみだね。ん、何が？それはね、ああ、やっぱり秘密。その方が面白いから。言うね。教えてよ。内緒。かわいい。やっぱ笑顔がかわいい子ってマジで大好き。あんな笑顔で内緒って内緒って命を狙われるな。37、おま、落ち着け。涙が滝のように流れてんぞ。ゆずきちゃん、ちょっと守衛、こいつなんとかして。アナザービュー。それでカッパは見つかったのか。カッパ、いやカッパじゃなくてスリーセブンス。一応キュウリは用意してみたんだけど結局生えなかったわ。いやだからカッパから離れてくれっす。ところでさっき言ってたハルヒちゃんを助けてくれた男の人ってこの辺じゃ見かけない制服を着てたのよね。そうでござるな。拙者の記憶にはない制服でした。颯爽と現れて助けて名前も名乗らないとかマジイケメンじゃねえすかそいつ。顔は別段普通だったぞ。ひどい。いやいや顔も重要っすけど、ほとんど顔で判断するっすけど、まあほらそういう行動イケメンも自分は大好物なんすよ。ビッチさんは男なら誰でもいいんだな。はあ、ふざけんなよ。男とか言ってちゃっかり自分も含めてんじゃねえぞ。ひどい言いがかりだよ。とんでもない濡れ衣だよマジで。二人とも話を戻すわね。すんませんした。あー、かな先輩最高。それでね、春日ちゃんを助けてくれたお礼をどうしても直接言いたかったの。私もまだ礼が済んでないからな。会えるならまた会いたい。でしょうでしょう。だからね、心当たりがあるか近隣の学園に確認してみたんだけど、この時期に転入生はいないし、
わざわざ遠方から来るようなイベントや対外試合なんかもしてないらしいのよ。つまりどういうことっすか？ひょっとしたら前の学園の制服を着てたのかもしれないということか。でもさ、新しい制服が届くまで前の学校の制服を着てるっていうのは転入生のお約束みたいなもんで、別段特筆するべきことでもないでしょ。だが近隣に転入生は一人もいないのだろ。ええ、この学園以外に転入生はいないみたいね。じゃあそいつ一体何者だったんすかね。何って、それは。まさか37だった？音割れとる、ごめんね。